そこでわかるわけですね。あ、なんかすごい、なんかマッチョになった。マッチョになった。すごい。何をして大丈夫です。これスカーなんかここに関節ができたような。そっちが普通のはずやった。松尾忠中期。硬いですか。すごくなんかこうほぐれてる感があるんですけど、自分の中では。いや、めっちゃ硬いです。とんでもなくプラスしかない。なんでほぐれてると思ったんだろうね。いや、そうそう。こんなにゴリゴリしてるのに。なんだろう。めっちゃゴリゴリしてますよ。そうかな。何疑ってるの。何疑ってるの。あー、いた。こっちどうですか。ひっついてます。やっぱり一緒ですか。うん、一緒ですね。絶好調と思えたのもね。大丈夫ですか。大丈夫です。全然大丈夫。うん、こんな大丈夫なんですね。みんなこれ痛いって言うんですか。うん、固まりすぎたのかな。うん、何も分からんのが一番いいとかもしれないですよ。そうやって痛くないのが。え？でも動かしたら痛いもんな。痛い。いや、50倍。これはちょっと。それはちょっと。それはちょっと。そんなところは誰も触らんもん。なんて。どういう意味？プライベートゾーンだそうです。ああ、そういうこと。寝とぼけとろ？また。嫌いですもんね。全然入らないですね。うん、これぐらい。本当指先だけですね。そう、入ってるような気がしますけど。痛い。いや、こちょばい。こちょばい。プライベートゾーン。そこが弱い。そこが弱い。で、その脇側が弱いんですか。脇側なの。想像するだけで。松尾忠中期。こっから天国ですね、もうね。そうですね。こっから天国。ね、もう耳をほぐしていきますので。お、こっから天国です。うん、こっからで学園天国みたい。めっちゃ硬い。よかった。頭皮も硬いですもんね。ちょっと耳触りますね。失礼します。はい、それは気持ちいいですか。気持ちいいかな。気持ちいい。もう聞こえてる。そう、もっと、もっと聞こえんやった。そうですね。そんなに不細ではないよ。いや、でもね、お客さんは聞こえないって言うんですよ、これ。で、手も動いてるから、ガサ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 多分なってる。あ、どう、あ、どうでした。マジで、でも、もう口がパカパカ開けようけど。もよって、こう、ずっと聞こえます。あの、空気の音と、揉まれよる音と一緒に。あ、じゃあ、僕の声はそんなにはっきり聞こえない。な、うん、何か喋ってるようなのは分かったけど。なるほど、なるほど。気持ちいいよね、耳はね。うん。うん、気持ちいいに決まってるよ。耳気持ちいいですね。うん。耳触られることないですもんね、うん、あんまり、うん、でも自分でも耳触ってもやっぱ気持ちいいですもん、うん、で、あの頭痛とかひどい人とか結構耳をほぐしたりすると頭痛がちょっと減ったりとかもするので。なるほど。毛細血管がすごいんですよね、耳ね。そう集まってるから耳つぼとかもあるぐらい、うん、あ、出た、チアルの水晶玉。あ、あったけでしょ。うん、頭の上になんかもうあったかいタオルを乗せられた感じです、うん、ホットタオル並みですね。あ、でも血が巡るの早い、うん、こう手のひらにじわっとくるんですよ、血が巡ると。へえ。松尾さんは全然ダメでしたけどめっちゃ時間かかりました。うん、早いですね。もうだいぶ普通に巡ってますね。うん、大丈夫ですか。寝てないですか。大丈夫です。いいじゃないですか。もう寝落ち案件でしょ、これはもう。しょうがない。大体みんな寝ます、この辺で。でしょうね、うん。そんだけ気持ちよかったらね、僕も寝てしまうかもしれない、うん、それは。いや、お前絶対寝れよ。お前寝れよ。ちょっとやっぱ硬いですね。うん。目が疲れてますね。パソコンずっと見るわけですね。みんなそうなんでしょうけど。うん、
そこでわかるわけですね。そうですそうです、男性疲労の方ここが。でも自分じゃ硬くないと思ったらどうしましょう。もうホットアイマスク的なやつで温めましょうね。それだけでもだいぶ変わる。だから毎晩寝る前それしたらいいんじゃないですか。そうですそうです、ね、うん、Amazon とかでも今安いですよね、充電式のね。あ、ありますね、こうね、目に当て、そうそうそう、温めるやつね。なんだっけ、 VR のゴーグルみたいなやつあるよ。ええー、そういうのね、寝る前にしちゃえば、うん。でもなんか VR のゴーグルでルノワールで中学生のパンツ見えたんです。中学生、いや、ちょ、そういう作品が、いや、中学生じゃないよ、中学生じゃないよ、中学生、小学生っていう設定のね、渡部敦郎風に言ってるんだ。そう、中学生と小学生が、あ、違う、間違えた。松尾太郎中期、渡部敦郎風に言ってる。小林製薬の中学生。誰？あ、あれ？そんなんじゃなかった？そんなんじゃ、バッタベやつろ、そんなんじゃなかったっけ？あれ？伊藤洋二の人ですよね？違うわ。あれ？違った？小林製薬の伊藤洋二って違った？あれ、バッタベやつろ。あ、建物探訪？建物探訪ですね。違う。あれ？あ、違います。バタベやつろ？バタベ健？俳優さん。え、誰？あ、バタベやつろ。俳優さんです。元理科部の旦那さんです。顔はわかるんですよ。顔はわかるんですよ。あれ？わかるの？あーみたいな。あれは中学生の、なんだお前は、パンツがそこにあった。いや、それ言いたいのは渡辺篤史でしょ。渡辺篤史。そうそう、渡辺篤史、建物だ。渡辺篤郎です、そうそう、渡辺篤郎って誰だろう。名前はわかるけど、わかんすか、全然わからん、ピンとこん、ごめんなさい。ボソボソと喋る感じだね。そうそうです、あ、もう進んでる。進んでる。松尾太郎中期。はい、OK、はい。じゃあ、ゆっくり起き上がってください。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。あ、なんかすごい、なんかマッチョになった、ね。マッチョになった。すごい、うん、一気に逆三角形みたいになってる、うん、体が。肩がしっかり。横見てください、横見てください。あ、すごい。あ、すっきりします。胸がピーン張ってあるもんね。すごい。すっきりした。楽ですか？うん、楽です、楽です。あ、すごいすごい。松尾太道中期。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。全身調整で6800円が5000円で。はい、はい、うん。動画を見たと言っていただければ、はい、5000円でということで。やりました。ミンマッサージもあるし。も骨盤も、うん、背面のほぐしも、肩甲骨剥がしも全部。お、チアルの水晶玉も？水晶玉もあります。チアルの水晶玉もありますから。めっちゃあったかかったですか。めちゃくちゃ得意、うん、気持ちよさそうでした。それで5000円で安い。安いですね、全部ありですよ、ね、うん、すごいと思います。いやいや、ぜひね、お近くの方、まあ、遠くからもね、ぜひね、いらしてください。はい、見てください。説明欄に詳しく貼っておきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。さよなら。こんなのを上げてそのままなスーパーロー、うっ、浦野さんは乗れましたね、パラスピードで。は？そんなぶち切れます？ボンダイモンジ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 痛んでいるのさ首肩腰通えない時が教えてくれたよ。整体ストレッチ顕微だからおふくだおふくだ。
も一生懸命頑張ります。